か、そんな真剣が似合ってんの。プレゼンの宿題仕上げてんの。これ来週の参観日で発表するやつやで。え、来週やっけ。うちらもやらな。ただいま。おかえり。なあ、ちょっと買い物行ってきてくれへん。無理無理、これから宿題せなあかんの。うちの学校っていろんなこと勉強できるから忙しいね。そう、頑張ってな。Watching a sports game on TV or watching a sports game at the stadium. Do you like sports? Yeah. Please open your prompt booth and start the speaking app. And when you are ready, please start. Kinds of things. People can buy goods used at home. そろそろ受験する高校決めやなあかん時期やけど、どこに住んの？まとまりましたか？はい、はい、それでは「よーいドン」といったら前に表示をしてください。よーいドン。ああ、いいですね。たくさんの意見が出てきましたね。こちら、状況的に判断の余地がなかったといえる。これ考えてくれた人誰ですか？あ、素晴らしい意見だと思いますね。私、この前見学した公立高校を受けてみようと思う。みんな楽しそうに勉強してたから。事前にそれぞれ調べてもらって、発表スライド作ってもらったと思うけども、みんな緊張してますか？今日は SDGs をテーマにみんなに発表してもらいます。ではまずはじめに大谷さん、よろしくお願いします。はい、私は教育がつなぐ未来、 SDGs の質の高い教育をみんなに、について発表します。この80億分の3億、この数字が何を意味するか分かりますか？読み書きがあまりできない方たちの人数です。調査結果なんですけど、科学的リテラシーが1位と。今時の学校ってあんなにハイテクなん？そやで、パソコン使ったらな、友達とか先生とかとつながってる感じして、普通にするより全然楽しい。ほんまにここにしてよかったな。高校なんかどこ行っても一緒かなって思ってたけど、ここやったらやりたいこと見つかると思う。よかったな。